特殊技能。どうもじゃ、篠原です。今回は京大を受験する受験生には絶対に知っておいてほしい話、京大に合格するために必要な特殊技能の話をしたいと思います。はい、京大を特殊技能ですね。京大に行きたいんだったらこの特殊技能がいるんだという話です。で、これね、どういうことかなんですけど、京大って他の大学と一個違うところがあるんですよ。それは何かというと、京大は研究の大学っていうことなんですよね。で、これ研究の大学っていうのはどういうことかというと、教育機関ではないということなんです。まあ本当は教育機関なんですけど、まあ教育機関じゃない意味合いがすごい強いんですね。で、というのも、まあ俺自身がもちろん京大に在学していて、まあ京大受かってやったーと思って京大に行くと。で、京大に行って、まあ入学式が終わって、最初に学部ガイダンスがあった時に、教授に最初に言われた言葉が、皆さん京大合格おめでとうございますと。私たち教授陣はあなたに教えることは何もありませんって最初に言われたんです。まあ、この話の詳細はね、こちらの動画を見てほしいんですが、まあ、教授陣としては、そんなに教える気はないんだと。京都大学ってのは 1% の天才と 99% の凡人の大学だと。1% の天才の人に 99% の凡人である我々教授陣を教えることはないんだというふうに言い放ったわけですよ。一番最初にですよ。京大に、やったー合格したーと思って一番最初に言われて教える気ないって言われるんですよ。そういう大学なんです。京都大学っていうのは、他の大学と違って教える気ないんです。基本的には。まあもちろんね、その京大に在学してた時に、教授によっては、やっぱりその生徒を教えていこうと、そのまあ未来にね、羽ばたいていく人を教えていこうってことで、しっかり教えてくれる先生もいましたが、まあ特に理系の先生は教える気なかったです。正直言ってね。文系の先生でも自分の研究やりたいんですよ、本当は。自分の研究やりたいのに、まあね、給料国からもらってるから、決められたことはやるかというような感じで、まあ渋々ね、教えるっていう先生もいましたが、まあ本当にそういう環境なんですよ。で、だからこそ、そういう環境なんだけれども、それでも入りたいってやつをふるいにかけますよっていう大学なんです。だからこそ特殊技能、僕ら教える気ないんで、お前ら自分で這い上がってこいよというような、そういう感じ。あるいは今まで世界で誰も見つけられなかったものを見つけられる才能、まあダイヤの原石みたいな人を見つけていきましょうっていう、そういう問題を作ってくるんですね。っていう大学なので、こちらですね。まあこういう特殊技能を要求してくるよというところになります。まずはね、英語からいきましょう。英語なんですが、京都大学の英語はいわゆるビジネス英語とか、そういうものは全く要求してないと。いわゆるTOEICだとかね、そういうものはもうどうでもいいんだと。その会話表現でよく共通テストとかであるような、地図見て右に曲がれ左に曲がれ、どうでもいいというふうに思ってるわけです。論文です。京都大学で要求するのは論文を読めと。で、もうちょっと言うんだったら哲学論文ですね。哲学論文を読んでくださいというところになります。で、哲学論文っていうことで、まあ内容自体もすごいしんどいんですよ。なちょっと前はね、無についての話、無ですよ、テーマが無なんてことある、あのナッシングね、がテーマとかね、なんだほらと、勘弁してくれよみたいな文章が出るんですよ。まあかと思ったら、まあちょっと前になんかあのクリップあるじゃないですか、こういうあのなんか紙をこうやって挟むやつあるじゃないですか、なんかこうこれについての話とかね、なんやそれみたいなやつが出てくることがあるんです。まあこっから転じてそのデザイン論の話とかになっていくんですが、で、まあ内容もしんどいんです。内容もしんどいんですが、とにかく知らない単語を出すっていう特徴があります。つまり受験生がこれ知らんやろと、お前らこれ無理やろ、知らんやろっていうものを平気で出してくるんですね。ちなみに英検1級の単語の勉強してる俺ですら知りません。だから今なお知らないような単語が出てくるんで、これは受験生知ってるはずがありません。なので、まあすごいレベルが高いんですが、まあこれはね、いろんな大学があるんですよ。早稲田とか慶応とかでも知らない単語を出してくるってよくあるんですが、それを京大は訳せと言ってくるんです。つまりお前らこの単語知らんやろと、さ訳せって言ってくるんですよ。いやいやいやと、無茶ぶりっすよね。知らない単語を訳しなさいというふうに言ってくるんです。で、これできないと受からないんです、京大っていうのは。これは大変ですよ。で、しかもね、最近京大ちょっと変わってきてるんですが、英作文、基本的に英作文も知らない英語を書けと言ってきます。つまり、まあ、犬だったらまあドッグじゃないですか。猫だったらキャットですよね。まあ、こういう知ってるやつを書いてきなさいというのは、基本的にどの大学もそうなんですよ。阪大までだったらどの大学もまあ知ってますよねってことを出してくるんですが、京大は知らない単語を書けというふうに言ってくると。まあ、具体的に言うと、心の琴線に触れるとかね。なんかそんなを訳せと言ってくるんですよ。まあ、当然知らない
ないんですけど、その当面知らないやつをなんとか書いていかないといけないっていうのが、まあ、京都大学で要求される力になります。でこれが最近ちょっと変わってきて、まあ、自由英作っぽいものを出してきてます。これはね、京都大学という大学が、まあ、僕自身がこう在学してた時の校長先生がそういう方針だったんですけど、ちょっとね、国の方向に沿うようになってきたんですよ。国の、まあ、予算をこうもらうために、国がこうしてくださいっていうものをやるようになってきた一環の中で、ちょっとまあ普通の大学に近づいてきたからこそ、ちょっとね自由英作とかを出しがちになってきたんですよね。ただ相変わらずこっちの方は健在です。つまり知らない単語を訳せないと落としますよという大学になってますね。続いて数学の方は、これはね多分他の大学どこもないと思います。ノーヒントなんですね。ほとんどの大学っていうのは大問を出した時に小問を出すんです。で小問を出すことによってどういう効果があるかというと、グラデーションで把握できるんですよね。なので、まあ、ある問題がここまでいけますよと。で、ここまでいけるよっていう人を、両方とも評価できると。だからもう一歩も登れなかったって人をまず評価して、で、ここまでいけた人をさらに評価して、最後までいけた人を評価できるっていう、こう、段階的に評価できるんで、小問を作った方が、受験生を評価しやすいんですね。なので、まあ、日本中のほとんどの大学、もちろん東大もそうだし、阪大だとか、一橋だとか、東京工業大学だとか、どんな大学でも基本的には小問を出すことによって誘導してくれる、まあ、こっちですよと、こういう感じでやってくださいねっていうことをある程度ヒントを出しながらやっていくっていうのが基本的な大学なんですが、京都大学はそれをしないんです。ノーヒントでやれと。もういきなりこんな段差なんかはないんで、オールオアナッシングですね。だから0点か満点30点かというような特徴があります。まあ、だからこそ京都大学っていうのは数学がめっちゃ簡単な年とめっちゃ難しい年があるんですね。めっちゃ難しい年はこれノーヒントなんで全員ここで止まるんですよ。逆に簡単な年はなんか簡単すぎて全員ここに行けちゃうみたいな感じで、結構オールオアナッシングの意味合いが強いというか、そういう大学なんですよね、京都大学っていうのは。これ最初に言った通りなんです。京都大学っていうのは研究の大学で、未だかつて誰も見たことないものを見つけやがれと、つまり自分でレールを引いて自分で答えを見つけてこいと。そんな研究の世界で誰かが誘導してくれるなんて思うなよっていうことですよね。っていうのが、まあ、京都大学の数学の特徴ですね。まあもちろんね、受験生レベルにある程度落としてくれてるところもあるんです。多少は配慮してくれてますが、基本的には突き放すような姿勢でやってくれてると。まあ配慮してくれてるポイントとしては、すごい答えが簡単な数字になることがあります。まあ数字自体はそんなに難しいのは要求しませんと、計算力はそんなにいりませんよと、でもまあ答え出してねっていうような、力を要求してくるのが京都大学ですね。一個だけ俗説として京都大学って0点が満点だっていうような俗説がありますが、それはないです。ちゃんと部分点はあります。なんですが、部分点をかすめ取るためには途中までは自分で行かないといけないと、誘導なしで行かないといけないっていうのが京大数学のまあ特徴というところですね。はい、続いて国語も特殊技能を要求してくるんですね。で、理系に関してはそんなにいりません。まあたまに要求してくるんですが、基本的に現代文の基礎が分かってれば、まあ、大丈夫というところになりますが、文系は基礎を分かった上で変えていかないといけないんですね。それはどういうことかというと、基本的に現代文の読み方っていうのは本文に書いていることから答えを作れと、あるいは古文に関してももうそこをその単語が分かって、文法が分かっていれば答えを出せるよっていうような問題を出すのが普通の大学です。ところが京都大学はそんなもんじゃないんですね。本文に ABCDE まで書いとるやろと、さあF を書けというふうに言ってくるんですね。これが京都大学の特徴。つまり本文にないことを書かないといけないという大学なんです。まあこれね、書かなくても点は取れるんですよ。書かなくてもここまでをバッチリ書けば一応合格点は取れるんで、まあマストではないんですが、でもやっぱり書けるようにしていきたいし、実際は俺が生徒に教える時も文系の生徒にはこれをお伝えしてます。ここまで行こうねということですね。あるいはまあこれは他の大学もやってくるんですが、 C を書いてなかったりとかした時に、自分でその論述の中で C を自分で勝手に書かないといけなかったりだとか、まあそういう能力が要求されるということですね。まあ古文の方でもその時代背景だとかリード文だとか、そういうところから推測していって、まあもちろん主語ね、書いてないことあるんですけど、その主語を書いていかないといけない、目的語を書いていかないといけない、背景を書いていかないといけないっていうことがあります。なのでこれね、京大の特徴としては模範解答が予備校によってブレるという幅が他の
大学よりも広くなっています。まあ、古文でブレるってあんまないじゃないですか。現代文はまあ、ブレることあるんですけど、古文でブレるってあんまないんですけど、京大はね、結構模範解答が古文でもブレることがあるんですよね。で、理系ですね。理系の方はやっぱり理科がかなり重いかなというふうに思います。まあ、もちろん理系で現代文とか古文頑張らないといけない、しかも記述でやらないといけないってのは結構重いんですが、まあ、意外と理系の国語は、まあ、大変なんですけど、意外とみんな取れなかったりするんで、まあ、良かったりするんですよね。でもやっぱり理科はその分頑張らないといけないと。で、ポイントとしてはやっぱりね、計算ミス許さないっていうのはでかいかなって思います。で、これどういうことかというと、まあ、これ過去問見てもらったらすぐわかるんですが、答えのみ要求するんですね。まあ、もちろん途中式を見てくれる問題とか、論述形式のやつももちろんあるんですが、まあ、答えだけとりあえず出せという問題も、まあ、たくさん出るわけですよ。で、これってメッセージとしては、お前らと、高校生の理科ぐらい計算ミスすんなよと、もう計算ミスしたやつは容赦なく落としますよと、このぐらいはお前ら当然当てれるよなってことなんですよね。まあ実際ですね、京都大学の理科の問題、まあ、もともと文系で京大に入ってる僕が見ても、まあそんなに超難しいなとは思わないです、正直。もちろん後半の方は難しいですよ。後半の方は難しいんですけど、前半の方はいや、これはできるぞっていうふうに思う問題。それは京大とか行きたいんだったら当然勉強してるよなってことを、まあ、聞いてくるわけなんですよ。で、これはそうなんですよね。なんだけれども、ミスんなよと。こんぐらいでミスんなよお前っていうようなことを要求してくる。これが京都大学の特徴ですね。はい。ってことで、まあ、京大用特殊技能ということで、これはもう京大でしか要求しない。日本全国いろんな大学あるけど、京都大学だけが効いてくる。そして京都大学ではこれできないといけないよというような能力がこの辺になってきます。まあ、この5個ですね。になってきます。で、次回の動画で、この京大用の特殊技能、どう対策して、どう勉強していくか身につくのかということの話をするので、そっちも見てください。ということで、今回のはこれで以上です。復習お疲れ様でした。